2023年8月の今日です。こちらは有野に向かっているんですが、左手の方に、まあ、いろいろ建設がされています。で、まあ、東亜学館の方に工事をするというので、まあ、ちょっと一応映しておきます。まあ、あの物流の倉庫か何か来るみたいですね。で、まあ、こちらがどういった用途で本当に必要なのかわからないんですけども、あの、まあ、もう少し向こうの方にあるあのセブンイレブンのあたり、あのあたりでも開発しているので、こちら左手の方で、まあ、その辺のところもちょっと撮影したいなと思います。